はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ザ・パーフェクト満場名デッキというね、伝説のデッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。また今回のね、デッキも環境外デッキ選手権っていう、大会用に作ったデッキですね。ものすごく楽しい満場名ムーブができるんでめちゃくちゃおすすめです。で、環境デッキ相手にこんなデッキ持ってっても本当一瞬でぶっ壊されるだけなんで、不快な思いするだけなんでね、自分が。なので、環境外デッキ選手権用のデッキだよということをご理解いただいて、動画見ていただければなというふうに思ってます。どういうデッキかっていうとですね、このね、お邪魔改造っていうカードを使っていく、そういうデッキとなってましてですね、このカード、1枚しか実装されてないんですけれども、これ何の報酬だ？あ、レベルアップか、満場目の。このね、お邪魔改造がね、バカみたいに強いの。このカードめっちゃ強いの。エクストラデッキの機械族、機械属性の融合モンスター、これですね、今回のデッキは。XYZ ドラゴンキャノンを見せて、で、自分の手札フィールド墓地のお邪魔モンスターを除外するよと、2位の数。で、基本的には3枚除外するんですけども、で、3枚除外すると見せたモンスターにカード名が記されている融合祭モンスター。要するに、X ヘッドキャノン、Y ドラゴンヘッド、Z メタルキャタピラーっていうこの3体を、手札、デッキ、墓地から選んで特殊召喚する。つまり、お邪魔、のこいつらを除外すればこの XYZ がフィールドに1枚で呼べるということなんですよ。3体並ぶってことなんですよ。で、 XYZ ドラゴンキャノンっていうのはフィールド上の XYZ を除外すればエクストラデッキが特殊召喚できるんですよね。だからこのカードで1枚でこれ出せるんですよ。これ最強なんです。で、お邪魔ってのは墓地に結構溜まりやすいんでね、除外コストは割と簡単に溜まるっていう。で、これだけではない。このカードなんと墓地のこのカードを除外して、除外されている自分のお邪魔モンスターですね、この効果で除外したお邪魔モンスターたちなんですけども、これをデッキで戻して、1枚ドローできるよっていうドロー効果までついている。これが最強で、 XYZ ドラゴンキャノンっていうのはこれマルチマンの効果で、手札を1枚捨てると相手フィールドのカードを1枚を対象にしてそのカードを破壊できるよっていう効果を持ってるんですけども、これ1ターンに1回の制限ついてないわけですよ。昔のカードなんでね、こっちの。だから手札を1枚捨てるっていう、このコストさえあれば、無限に相手のカードを破壊できると。手札の枚数分だけ相手のカードを破壊できるってことなんですよ。で、これで相手の盤面を荒らしまくるってことですね。で、さらに捨てるカードがお邪魔であれば、ネクロフュージョンとかでお邪魔キングとか、お邪魔ナイトとかも出せると。で、さらに、お邪魔マッチングも入ってるんで、お邪魔マッチングで、お邪魔、じゃないわ、アームドを展開して、で、アームドドラゴンも出していけるっていう、もうそういうデッキになってますね。これね、回していただければ分かると思うんですけども、回し方はね、実戦の様子見ていただければと思うんですけども、超楽しいです。ね、ザ・パーフェクト満場目ムーブができるんですよ。満場目10になりたい方、満場目10になりきりたい方であれば、ぜひね、使っていただきたい。そんな風に考えてます。で、お邪魔ブルーが最強っていうことをお見せしたいと思ってます。早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。対戦は環境外デッキ選手権の様子です。どうぞ。さあ、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエル3倍。お邪魔たちの故郷とかいう劇的にヤバいスキルを発動していくぜ。デュエル。ハンドは結構いいね。やっぱお邪魔プレイが来てるとね、もう最高にいいハンドという判断ができるんでね。これザコイですけど、あと他はただ言うて結構強いです。このなんだっけ、おじまブルーは、おじまブルーはさすがに強い。さあ、モンスターを攻撃表示で召喚、いいだろ、マストドラゴン。よし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 、いいぞ、戦闘破壊はいい。そしておじゃま、これ捨てるコストいるな、捨てるコストいるから、なんかどうでもいいや、黄色でいいか。そして黄色とおじゃまチングを手札に加えるぜ。よし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 そして123いける。手札よりお邪魔改造発動。このカードの効果によって
手札、フィールド、墓地から表側表示のお邪魔カードをゲームから除外し好きな数だけ、その除外した数まで XYZ ドラゴンキャノンの素材となるメタルキャタピラー、ヘッドキャノン、メタルキャタピラーを特殊召喚。そしてフィールド上には XYZ が揃った。そしてさらに墓地のお邪魔マッチングの効果発動。お邪魔マッチングの効果によってお邪魔モンスターたちをデッキに戻し、カードを1枚ドロー。はっ、よし。そして XYZ ドラゴンキャノン融合召喚超合体。そして XYZ ドラゴンキャノンのモンスター効果発動。手札を1枚墓地に送り、相手フィールドのカードを破壊していく。そしてさらに XYZ ドラゴンキャノンの効果、このカードに1ターンに1回の制限はついていない。そしてここはあの伏せカードは放っておこう。お邪魔カントリーの効果発動。お邪魔ブラックを捨てて、お邪魔ブラックを特殊召喚。現れろお邪魔ブラックそしてお邪魔ブラックをリリースし、アドバンス召喚よしそしてネクロフュージョン発動。墓地のお邪魔カードをゲームから除外し、現れろお邪魔クロス。ザ・パーフェクト満場メムーム。強いお邪魔キング出したい人生だった。あ、こっち殴れないか。ハイパーデストラクション。俺の名は満場メチュン。1、10、100、1000万丈目サンダー。ザコにはザコの使い道があるぜ。さあ、お相手の方、カードに命を吹き込むのデュエリストの役目だ。赤木龍の技だと。シューティングスター入ってんじゃねえかてめえ。やるな。お邪魔たちの故郷で俺はお前の攻撃力を下げていくぜ。1、10、100、1000万丈目サンダー。冷静だなあいつ。俺の挨拶を聞いても動じないと。なかなかやるな。いや、これ結構反動は強いですね。言うてお邪魔カードめっちゃ来てるし、これいきなり XYZ ドラゴンキャノン出せますけどね。これやろうと思ったらお邪魔カード3枚あるんで強すぎだろ。お、なに、ビクトリア。ウィクトリア誰？一旦自相手の墓地からドラゴンとモンスターいった選択肢と自分で特殊化して、このカードがヘッド上に表が表示存在する限り、相手はこのカード以外の転移速モンスターを攻撃対象に選択できない。やばい。ロックかけられたじゃん。うざ。ウィクトリア、ウィクトリアでロックってこと？誰？しかもなんか攻撃力そこそこ高えな。え、誰？あ、異次元の精霊。はあ。はあはあ。さあ殴っていただける。さあオジャーブリューを戦闘破壊してくれてありがとうよ。お邪魔ブルーは戦闘で破壊された場合、お邪魔マッチングを手札に加えることができるぜ。強いぞこれは。これは返しのターンめっちゃ強いぞ。お邪魔マッチングは1ターンに1回の制限はない。俺のターン、ドロー。そして異次元の精霊はどうでもいい。お邪魔マッチングの効果発動。お邪魔マッチングの効果によってお邪魔カードを墓地の送り、さらにそれに支援し、お邪魔マッチングの効果発動。お邪魔マッチング、お邪魔マッチング来た。これが最強。お邪魔マッチング、お邪魔マッチング。お邪魔マッチングの効果によってお邪魔カードとアームドなんかモンスターたちを手札に加えることができる。もちろんレベル5を手札に加えていく。そしてお邪魔マッチングの、じゃあモンスターを召喚しない。そしてもう1枚のお邪魔マッチングの効果、お邪魔カードとこれはもうレベル10でいいか。いけ、いっぱい手札増えた。やばい、手札めっちゃある。モンスターは召喚しない。そして手札よりマジックカード、お邪魔改造発動。お邪魔改造の効果によってフィールド、墓地、手札から
お邪魔カードを、表側表示のお邪魔カードをゲームから除外。そしてこの除外した枚数分だけデッキ、墓地、手札から X、Y、Z を素材となるモンスターたちを特殊召喚。このカード強すぎ。そして X、Y、Z 合体、超合体。あ、ちょ、一回先にちょっとこれだけ使います。お邪魔マッチングの効果発動。お邪魔マッチングの効果によってカードを3枚、除外されているお邪魔カードを3枚デッキに戻し、カードを1枚取ろう。そして俺は X、Y、Z ドラゴンキャノンを超合体融合召喚。そして XYZ ドラゴンキャノンのモンスター効果発動、相手のカードを破壊していく。ハイパーデストラクション、強い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 。お邪魔カントリーのモンスター効果、フィールド魔法の効果発動。お邪魔モンスターを特殊召喚し、そのモンスターをリリースし、アドバンス召喚、いでよアームドドラゴンレベル5、つえー最強すぎる、やべえわ。お邪魔改造ぶっ壊れとるわ。ハイパーデストラクション、強すぎ。え、あれさ、お邪魔改造ってやってることおかしくないですか、あれ。そうなんですよ、カード信じてるんです俺。1、10、100、1000、万丈目サンダー。バランス、ほ、なかなかあれだな、粋なスキル使ってんな。それ修正されて、なんかメインフェーズ中は特殊召喚もできなければ、なんかいろいろ強そう。これはハンド圧、お邪魔カードを捨てて、さらにお邪魔マッチングの効果も発動。これは強い、これは強いね。でお邪魔マッチング捨てて、でお邪魔カードを回収。そしてお邪魔アームドドラゴンレベル5も手札に加えていく。そしてさらにモンスター召喚しない、召喚しないね。で、お邪魔ブルーを手札に加え、さらにアームドドラゴンレベル10も回収。よし、いいぞ。そしてモンスターもちろん特権召喚しない。そしてお邪魔カントリーの効果発動。お邪魔ブルーを捨てて、お邪魔ブルーを特殊召喚。そしてお邪魔ブルーをセット。いや、これは強い、これは相当強いぞ、これは相当強い。お邪魔ブルーのね、惜しいところはやっぱ戦闘で破壊された場合っていうところですよね。効果で破壊されても、あのサーチできれば相当強かったんですけども、それは強すぎるか。逆に相手の効果で破壊され墓地を受けた時とかだったら、結構良かったんですけども。はあ、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 トリックスターリリーベル、誰、え、そいつダイレクトできるの。 2000、 え、あ、お邪魔カントリーの効果で攻守逆転してんのか。やばい、痛いよ。トリックスターブーケ、なんだこれ、な、謎のカード使うな、なやそれ、どういうことや。こいつをモンスターを特殊召喚、